はい、どうも皆さんこんにちは、おうちです。本日なんですけれども、定期的に開催しております質問にお答えさせていただく回となっております。今回はね、その第2弾という形で、航空券のね選び方について、僕なりのね説明をさせていただきたいというふうに思います。はい、この質問に関しても結構ねいただきますね。インスタの DM とか、あとは友人とかねから、いつもどうやって航空券選んでるのみたいな感じで、はい、いただくので、答えていくんですけれども、僕の場合と、一般的な場合で少し異なるかなっていうところで、まずはね一般的なお話を、させていただこうというふうに思います。まず、パターン1としては、はっきりとね場所が決まってる場合ですね。例えば、ハワイに行きたいですよってなった時に、日本からだと大体そうですね、全日空 ANA を利用するか、JAL ですね、日本航空利用するか、ハワイアン航空、あとデルタが飛んでたかな、その3つプラス、あとジップエアーとかね、LCC が入ってくるかなっていうところなんですけど、こういった場合ですね、一つの目的地に対してある程度、いろんな複数航空会社がある場合に関しては、いくつか見る項目を作ってます。まず一つ目が時間帯ですね。はい、時間帯結構重要かなっていうところで、例えば朝一番の国際線だと、例えば8時とかだと、だいたい5時、3時間前の5時ぐらいからチェックイン開始ですよね。ってなると、その時間帯に空港に行かないといけなくなるんですよね。結構例えば、羽田空港を使う場合に、地方の子だとそれまで前日からね移動してこないといけないとか、そういった可能性も出てくるので、そういった場合ね夜選んだりするので、こう非常にこうスケジュールかフライトの時間っていうのはすごく大切にしていますと。はい、次にやっぱり、私も大学生なんですけど、コスト面ですよね。お金の話です。フルサービスキャリア、レガシーって言われる、JAL とか ANA さんってすごくサービスがいいし、乗り心地もすごくいい分、やっぱりどうしてもね LCC に比べると費用がねかかってくるっていうところで、ここはね結構、例えば2月1日の飛行機見たいとかだったら、2月1日の飛行機を一旦全部調べてみる。でその中で、価格をね、比べてみる、安いやつと高いやつ、っていうのを一旦やりますね。はい、まずスケジュール感とコスト面。次に、条件ですね。フライトの条件、つまりどういうことかっていうと、預け入れ荷物が、何キロまで無料で預けることができるのかとか、はい、もしかしたら LCC を利用する場合だと、預け入れする場合はねお金がかかってきますよとかねあるので、そこはねまずは確認をしています。はい、であとはそうですね、トランジットが必要な場合、トランジットする場所、乗り継ぎする場所ですね。ヨーロッパ行く場合だと、もちろんね直行便もあるんですけど、例えばシンガポール経由で行くのかとか、カタール経由で行くのかとかね、ドバイ経由で行くのかとかって、いろいろありますよね、経由だと。なので、その経由地でのトランジットのする時間とか、何時に着いて何時に発っていう、別のねものを見たりだとか、現地でトランジット中にね遊ぶ場所とかねあれば、そういうのはね、よく調べたりはしてます。大体そういうところですかね。なので、これ見てくださってる方が、基本的には大人の方が多いんですね。なので僕的には、大人の方お金がそれなりにあるんだったら、JAL とか ANA とか、日本日系の航空会社、もしくはそれに近しい、なんて言うんですかね、フルサービスキャリア、例えばアメリカン航空とかユナイテッド航空さんとか、ドイツだとルフトハンザ、イギリスだと、ブリティッシュアウェイズとかね、そういったフルサービスキャリアをね、レガシーを使うのが、僕の中ではいいのかなっていうふうに思ってますし、一方で学生さんとかね、になってくると、LCC の利用が、メジャーになってくる、一番理由はお金っていうところがあるのかなっていうふうに思いますので、コストもね意識しつつ、時間帯も気にするっていうのが、一般的な航空券の、選び方なのかなっていうところはありますね。で、選び方にとはまた異なってくるんです。買うタイミングですね。買うタイミングに関しては、よく他のね方も言ってる通り、水曜日がちょっと安いっていうのがありますね。はい、あとは
繁忙期はもちろん避けるべきっていうのと、何回もね同じ行き先を調べるのって良くないっていうのは聞いたことがありますね。そのパソコンもそうだし、スマホもやっぱ向こうがね把握できちゃうんですよ。あ、この人はそこめっちゃ興味あるんだとかっていう感じで把握しちゃうと値段もねちょっとずつ上がってくるっていう話を聞くので、まあできればシークレットモードとかね、まあいろんな媒体で調べるっていうことをおすすめします。あとは、まあ、直前に買うのは良くないっていうのは聞きますね。1ヶ月前とかね、2、3週間前っていうのは。なのでまあできるだけね予定を早めに決めてる方にとっては本当にこうできるだけ半年とかね、1年前ぐらいには航空券、まあ1年前よりか半年前ぐらいにね航空券を買っておくっていうところがまあ一ついいのかなっていうふうに思います。はい。でまあこれまでがね、まあ大体普通の一般的な航空券の選び方ですね。僕も大体そうするかなっていうふうに思うんですけど、今はねちょっと僕航空券の取り方変わっちゃったんですよね。ちょっとこだわりが、はい、出てまいりまして、というのも私、2023年度に、まあ、なんとかギリギリ JGC、JAL の上級会員のステータスをね、はい、取ることができたんですよね。なので、去年の航空券の取り方としては、まずはワンワールド系列の、はい、飛行機を取るっていうところでした。なので、例えばマレーシアのね、バリ島に昨年、まあ、友人と行ったんですけど、まあ、その時は、まあ、条件も良かったんですよ。当時マレーシア航空を利用するっていうのが、まあ、マレーシア航空がワンワールドに入ってるプラス、マイルの積算とかフライト回数にも加えることができるっていうので、はい、友人もそれで、まあ、いいよっていうことだったんで、マレーシア航空を利用していったとか、昨年ね僕の普段の動画を見てくださってる方もねわかるかなというふうに思うんですけど、世界一周をさせてもらって、その時はワンワールド、JAL が入ってるワンワールドアライアンスメンバーが提供している、はい、世界一周旅行航空券を購入したんですね。で、これも同じ理由で、積算、マイルの積算もできるし、この JGC に達成するために、まあ、上級会員になるために必要なね、まあ、フライト回数っていうのをね、まあ、稼ぐことができたので、はい、それは、航空券の選び方に、まあ、入ってる、というふうに思います。じゃあね、まあ JGC 取った僕から、まあ今年のフライトどう予約しているのかっていうと、やっぱりこう JGC が使えるっていうのは他のね、なんて、ANA さんとか、シンガポール航空さんとか、アメリカのユナイテッド航空さんの、まあ、飛行機っていうのを利用ね、したいんですけれども、やっぱりこう JAL のね、そのステータスっていうのがあることで、JAL の国際線のね、桜ラウンジとか、同じくワンワールドアライアンスメンバーのね、キャセイパシフィック香港の、まあ、ラウンジが使えたりだとか、はい、優先搭乗させてもらったり、まあ、マイルのね、積算が、パーセンテージが上がって、より効率的にマイルが貯まるっていうところで、まあ、今年1年間はとりあえず、その、海外行くときには、とりあえずワンワールドの加盟航空会社が、便があるかっていうところから、まず始めたいなっていうふうに思ってますね。なので、まあ、予定にはないですけど、例えば、うん、そうですね。昨年行った南米のチリに行きたいですってなった時に、こう、もちろんアメリカから乗り継いで行くので、まあ、ユナイテッドとかね、デルタ航空さんを利用してアメリカに行って、まあ、そこから乗り継いで行く、うん、っていう可能性もね、まあ、値段的にそっちの方が結果的に安くなる可能性も、まあ、あるんですけれども、僕の中では、とりあえず、まあ、JAL もしくはアメリカン航空を利用してアメリカに行って、まあ、そこから同じく、ワンワールドの、アメリカン航空を利用して、まあ、チリ、サンティアゴに行くみたいな感じで、まあ、今のところはね、選ぶかなっていうふうに思いますね。はい。で、もしもステータスがなければっていうところなんですけど、ステータスを持っていなければ、コストとスケジュールですね。最初に言ったところを中心に見ていく、そういった場合だと、もしかしたら、ロサンゼルスまでは、ジップエアを使っていくかもしれないですし、はたまた、シンガポール航空をね、利用していくとか、ANA さん利用していくっていうことも、もしかしたらあるかもしれないですね。はい。っていう感じで、航空券を、はい、選んでおります。で、じゃあ航空券はまあ選ぶんだけれども、結構そこまでやっぱ大変なんですよね。見つけ出すまでに。で、まあ僕が普段使っ
ているのはメインはスカイスキャナーを使ってますね。はい、皆さんもね、聞いたことあるかなというふうに思うんですけど、スカイスキャナーでね、まあ日付と行き先を調べると、まあ、一覧で出してくれると。で、そこから時間帯も絞り込めるし、アライアンスごとにね、ワンワールドだけとか、スターアライアンスだけ、スカイチームだけ、LCC だけみたいな感じで選べるので、まあそれがね、使える、まあスカイスキャナーをね、一旦、まあ、覗いてみると。検索かけてみるっていうのはいいと思いますね。でその上で、まあ、スカイスキャナーってまあ一覧なんで、そこからまあエクスペディアで予約取るのか、まあスカイチケットかな。で予約取るのか、各航空会社で予約を取るのかっていうのは一覧でね、また値段を比べることもできますし、まあ僕の場合はもちろんそういったサイトを比較サイトからね、予約するっていうのもありかなっていうふうに思うんですけど、僕の場合は基本的にはあの各航空会社から直接、はい。発見する形にはしてます。まあもちろん何かあった時にね、対応がスムーズにできるっていうのがやっぱ一番の理由ですかね。はい。あとはまあ、その他手続き、まあ、を含めると、まあやっぱり航空会社が直接の方がいいかなっていうふうには思いますね。はい。まあそんな感じでいつも予約をしております。はい。なのでね、まあ、特に、大学生に関しては、まあ、ほぼほぼ LCC とかになってくるのかな。東南アジアとかになってくると、日本の航空会社だとピーチとかね、まあ、ジェットスターも飛ばしてますし、現地のベトジェットエアーとか、はい、エアアジアとかもいっぱいね、まあ、日本から飛んでますので、まあ、そこから、まあ、時間帯とか、まあ、値段で選んでいただく。で、まあ、LCC を使わないよっていう方に関しては、まあ、アライアンスで選ぶとか、はい。あとは、機内食がどこが美味しいとかね、座席の、まあ、シートとかでも結構選ばれるかなとか。あとは、僕も結構最近意識してるとか、機材ですね、飛行機。うん。同じ路線でも、航空会社によってはね、ボーイング787を飛ばしてる場合とか、はたまたエアバス353号丸飛ばしてるとか、まあ、いろいろあるので、乗りたい飛行機に乗るっていうのも一つ面白いかなっていうふうに思いますね。僕も結構、そんな値段も時間帯も変わらないよっていう時には結構機材でね、見ちゃうっていう時もありますね。最新型だと思ってね、乗りたいとか思って結構選んじゃうパターンもあるので、まあ、それもね、一つ面白いかなっていうふうに思いますね。こう、どうしてもね、旅の醍醐味って、現地に行ってから何をするかとかだと思うんですけど、まあ、その前の段階で飛行機選びの段階、フライト選びの段階から僕の場合は楽しんじゃってるので、まあ、それもね皆さんにぜひ一度してほしいなというふうに思っております。ということで航空券の選び方ですね、僕の場合だと、まあ、そんな感じでいつもね選んでおりますので、まあ、参考程度にねしていただいて、あとはね買う時期とか値段とかって本当にね日々変動してるので、まあできればね、毎日ちょこちょこ、まあ覗いていくっていうのがおすすめかなというふうに思います。はい。特にね、残り残席少ない時とか、いきなりね、年末年始とかのクリスマスとかもそうなんですけど、いきなりセールがあったりするので、まあそういったところには常にアンテナを張っていただけると、お得に、まあ旅をすることもできますし、楽しく、旅行の準備ができるかなというふうに思います。はい。まあそういうことをね、まあ一切考えずに、もうめんどくさいよっていう方はね、旅行会社でやるのがまあ一番手っ取り早いかなと思いますね。ということで、まあ、次回っていうか、次回のね、まあ、質問にお答えする回の動画では、まあ、ホテル選びですね。これも結構僕も悩んじゃうので、まあ、基準とかどういったところを見てるかっていうところをね、お話できたらなというふうに思います。はい。というわけで、本日もご視聴いただきまして誠に、はい、ありがとうございます。ということで、皆さんもね、お体にお気をつけて、はい、寒いですけどお過ごしいただければなというふうに思います。ということで、またお会いしましょう。じゃあ。